皆さんこんにちは。ハッチワールドのタダです。今回はちょっと趣向を変えて大食い対決といきたいと思います。ルールは適当です。基本的にはこのアルマヘラホカゲのハルヒコがデュビアを食べて、もう一匹は相手の方はコーンスネーククリムゾンの名前はないんですけど、ヘビがアダルト M のマウスをどんだけ食べるかという勝負になりますね。そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。では早速、実況は私ターナが務めさせていただきます。では早速始めましょう。今まさに死闘が行われようとしているのですが、あのとんでもないグリーンモンスター春彦の相手となるのがこちら、クリムゾンコーンスネーク。クリムゾンとは中世ラテン語の貝殻虫の一種から取れる染料から由来しているということです。さあどうなることでしょうか。今まさにゴングが鳴り響かんとしているわけですが、もうこいつは今かと待てずにおります。ほらほらほら、動いてる。さあゴングが鳴り響くか。そろそろ、あれ、嘘、あららら、来ました。なんかちょっと俺今日食べないんだよような感じを見せつつ、いきなり来ましたね。いきなりゴングが鳴りました。さてこれからはどうするのか。お、食べ始めるか。どうするんだ。最初の一匹目を一気に、一気に飲もうとしている。これは一気に飲もうとしている。噛んでるように見えますが噛んでない、飲んでいます。まさにこの白いネズミを牛乳と見立てて、ネズミは飲み物と言わんばかりに飲もうとしています。恐ろしいことです。丸飲みです。全く噛もうとしない、飲んでいる。さあこれは春彦に勝ち目はあるのだろうか。さあ早くも一匹を飲み干してしまったクリムゾン、おかわりはまだかという顔をしておりますね。さてあげてみましょうか。どうだ。おお、来た。来ましたね。ちょっと優しめだったけど、早くも噛んでも、早くも噛みついて、早くも締め殺そうともせず、頭をどこかと探っております。ですが全くの反対方向どういうことだこれは。どういうこと、まさかの頭からではなく逆から行く、こんなことは見たことがあったでしょうか、かつて。すごい。尻からいけるの。いってますね、尻から。これはすごい。ちょっと正直これは予想外の展開で思わず実況を忘れてしまった。本当に全く今回も噛まず、小学校の時に給食の牛乳をおかわりして、もう2本目を軽く飲み干すという、そんなような感じであります。本当にすご。お尻から簡単に飲んじゃった。というわけで、あっという間に2匹目。
さあ、ここからは未知の領域。そんなにね、上げてるとちょっと経済がネズミまあまあ高いんで、経済が崩れてしまうので、いつも1回に2匹ぐらいまでしか上げたことありません。なのに今日は初の3匹目。おお、来た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 。うん、来ますね。全然衰えない。これまだ食うな。全然。いや、飲んでる飲んでる。あっという間です。これは本当にあっという間です。こちらがすでに4匹目のネズミとなります。見ている見ている見ているぞ。食べるのか。くいくい。あれあれ、来た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 。あら、ピントが合ってなかったけど。食いつきました。うわぁ。ちょっとこの4匹目だけは、ちょっとフル動画で見てみましょうか。どれだけ早いか、飲むのが。早い早い。もう飲み始めている。もう半分飲んでいる。まさに病の殺し屋といったところか。恐ろしいです。こんなんにあったら人間なんてひとたまりもありませんね。うん。うわ、すごっ。上がってきた上がってきた。何秒かかったこれ。本当に。4匹目よ。4匹目なのにこんな早く飲んじゃった。すごい、横からネズミの尻尾がはみ出ちゃって。さあ、続いてじゃあ、もう5匹目も連続でいっちゃいましょう。正直、ちょっと、こんなに食べられると、僕のお小遣いが、お金が、お、お、来た！あれ？ちょっと威嚇。ん？まさか？少し？これはちょっと？4匹でおしまいか？さて、起きて破りのゴング前から急に食いつくという起きて破りを見せた。ん？ 2 回言ったな。さて、あの起きて破りのゴングの前から食いを見せたクリムゾンに対し、こちらのグリーンモンスターハルキコはどう戦うのでしょうか。さて、ではちょっと始めてみましょう。まずは指輪を。うわー、来たー。こちらはびっくりしました。これぞまさにスプラッシュマウンテントカゲ版であります。いきなり来ました。この早食い、シャカシャカ音を立てております。あ、もう終わった、もう終わった。さあ、あっという間に、うわー、来た。びっくりしました。カメラに映らぬ速さとはまさにこのこと。しかもこの白いデュビは、脱皮前でめちゃめちゃ美味しいというやつをあっという間に食べちゃいました。ハルヒコさん恐るべし。うお、来た。ごめんなさい。あの、食べる瞬間が映せずに、もうこの状態です。もうまさに風呂上がりにビールを飲みながら、おつまみに、あの亀田製の有名な種をまるでポリポリ食べるような感覚で食べております。あ、僕の喋りが長すぎた。次は欲しがっております。次はこちらは早い。どんだけ食うんだ、このグリーンモンスターは。
カメラ目線でしかも、ちょっと角度変えてみよう。ん？何？なんか言うたって。すごい。このリアクション。あれ？飲んじゃった？いつの間にかもう食べてた。すごい。恐るべしです。この速さ。これは、なんということでしょう。あのクリムゾンが、あの食べっぷりを見せたのに対し、こちらはそれをさらに聞こえる勢い。しかも、この、風呂に入りながらという、風呂に入りながらという、超荒技。です。ということで、さて、もう本当に勢いがやばいです。さあ、うおぉ、どんだけ食う？本当に？大丈夫？と、心配してしまいそうなぐらいの勢いで食べております。正直、飼い主は肥満が心配です。あんまり食べてほしくないな。ちょっと健康害そうどのやつは、やめてほしい。ちょっと飼い主、実況をちょっと離れて、一瞬飼い主に戻ってしまいましたが、続けていきましょう。動画のために。さあ、行きましょうか。これ何匹食ったか全然数えてない。後で、数えよう。後で動画を見てから数えよう。さあ、やばいです。この食いっぷり。アルヒコさん、食べ過ぎでは？大丈夫ですか？本当に、風呂上がりの、おっさんのように、デュビアを、ビールのつまみの柿の種、あ、言っちゃ、柿の種入れちゃった。あの種のように、むさぼっております。もう早くも食べちゃって、おかわりを要求しています。この右手。おかわりくれよと、言っているかのようです。ので、ちょっとまた補充していきたいと思います。やばいです。やばいです。もうこれは飛び出しそうな勢いでデュビアを見つめております。さあ、ハルヒコさんどうぞ。うわ、来た。本当にとどまることは知りません。この食欲。いやー、いい音ですね、このサクサク。聞こえましたでしょうか？もう一回あげちゃおう。これは、ちょっと予想外に、もう、ハルヒコさんの圧勝と言ってもいいのではないでしょうか。この表情、まだまだ余裕たっぷりです。はい。いや、これ本当にやばいな。食べさせすぎたな。まあでもせっかくだから、ちょっとどんだけ食うか。本当に食べるな、これ。大丈夫かな。ちょっと明日からは少し餌を抜きたいと思います。食べ過ぎで。やばいです。このお腹、わかりますか？ちょっとわかりにくいか。こちらから移してみましょう。こんな格好をしております。ちょっと意外で面白かったです。この足、お腹もすごいけど、何これ、こんな格好してたんだね。これはちょっと意外で、あの撮影者も笑ってしまいました。うん、お腹を本当は取ろうとしただけなんですけど、このお腹やばいっす。この
上半身に対して。このお腹ですよ、このお腹。これは本当にちょっと食べ過ぎかな。やばいな。これやばいな。どうしよう、どうしよう。ちょっと、健康上の都合で、まだ食べそうなんですけど、あと一匹だけにしたいと思います。もう、勝者は、わかりますね、皆さん。あれ？あれ？ちょうど、あ、最後の一匹、食べようとして、これでじゃあ、打ち止めということで、あ、ちょうどよかったかな。この、大食い対決は、勝者は、春彦さんということで、決定でーす。このアングルで、春彦さんの勝利でーす。おめでとう、春彦。勝ち誇っております。あの目の位置、完全に余裕で勝利をした男の顔ですね。どこを見てるんでしょう。あ、こっち見てた。うん、完全に勝者の面構えでした。見てください。どうしたことでしょうか。春彦を取ってる間に、ちょっと少し間を空けて、一匹食べさせてみたら、見事に食べております。クリムゾンが食べております。ちょっと写真撮影のために遅れましたけど、飲むスピードは相変わらず速い。これはちょっとわからなくなってきました。もしかしてもう一匹食べるかな？そのまま。やってみましょう。お、ちょっとこれはダメかな。さすがに、やっぱりこっちもお腹はいっぱいみたい。だけどこのネズミだけはな、食べさせたいんだけどね。ということでですね、今回の対決なんですが、完全に私は春彦の勝利だと思ったんですけども、あの後に、クリムゾンがね、まさかのもう一匹、おかわりするということがありまして、難しいですね、勝者は。ということで、勝者の方は、視聴者の皆様方に委ねたいと思います。ですので、コメントでね、春彦が勝ったと思う方は、春彦と、まあ、春でも何でもいいです。春マヘラホカケでことかけでも、クリムゾン、コーンスネーククリムゾンが勝ったと思う方は、クリムゾンとか、ね、コーンスネークとか入れてもらえば、ね、勝ち負けを決めたいと思います。ということでね、今回の動画はね、終わっていこうかなと思います。そっち向くな。そっち向くな。最後こっち向いて終わって。ということでね、このチャンネルいいなと思った方は、チャンネル登録。ああ、もう全然おもんないわ。やめてくれ。と思った方は、いいねボタン。どちらでもないよ。という方も、いいねボタン。よろしくお願いします。では、今日はこの辺でバイバイしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。はるさんこっち向いて最後。はるさん。はるさん。こっち向いてくれました。バイバイ。